これからご覧いただくザ・テストテープは、皆様が現在ご使用中の AV システムの簡単な調整とチェックができるように構成されています。厳密な調整のためには、極めて高価な信号発生器や測定器が必要となりますが、このザ・テストテープを使えば、概略的なレベルですが、調整とチェックが可能となりますので、これからの説明を参考に調整を進めてください。本編に入る前に、トラッキングがずれている状態でのビデオシステムの調整はお勧めできません。この文字がきれいに見えるよう調整をお願いします。画面にはカラーバー信号が映し出されています。このコーナーでは付属のブルーフィルターを使ってモニターの色の濃さ、色合いなどの調整を行います。色の濃さの調整を行いましょう。画面にはカラーバー両端のみが映し出されています。付属のブルーフィルターを通して上の部分と下の部分がほぼ同じ明るさになるようにカラーまたは色の濃さを調整してください。色合いの調整に入ります。ブルーフィルターを通して上の部分と下の部分がほぼ同じ濃さになるようにヒューまたは色合いを調整してください。黒レベルの調整をしましょう。ブルーフィルターを通さずに画面右下の A と B の部分が共に黒になるようブライトネスまたは明るさを調整してください。そして次に今の調整とは逆に明るさを徐々に上げていきB の部分のみ少し明るくなったことが確認できましたら、黒レベルの調整は完了です。この調整によりあなたのモニターは正しい状態になりました。モニターの機種によっては完全に同じ色にならない場合もありますが、ブラウン管の色温度や蛍光帯の違いによるものなので、最も近い状態に設定すれば実用上は全く問題ありません。モノスコープパターンは水平解像度など様々な調整をするためにはなくてはならない信号です。この信号を利用してビデオシステムの水平解像度をチェックしてみましょう。画面上明るい部分の縞模様のパターンがどこまで見えるかにより水平解像度がチェックできます。左側の大きなくさびで上端300本から下端500本まで解像度を示し、さらにその右の部分で400本から600本までを確認することができます。縞模様がぼやけたりギラギラして見にくい場合にはモニターや VTR のシャープネスまたは輪郭強調を調整してください。画面上のマルチバースト信号では縦の線がどれくらい見えるかでビデオシステムの帯域がチェックできます。
各縞模様の数値で帯域が何メガヘルツまで伸びているか確認してください。モニターや VTR の種類によっては、先ほどのモノスコープパターン信号上270本付近およびこのマルチバースト信号上3メガヘルツから5メガヘルツにノイズが発生することがありますが、これは 3.58 メガヘルツで輝度信号と色信号の分離をしているためで故障ではありません。モニターは周りの明るさにより見かけ上画質は変わりますので、その都度調整することが大切です。ピクチャーやコントラストは控えめに調整することが高画質でご覧いただく鍵になります。このコーナーではソニーの高品位テレビで収録された素材をビデオ信号にダウンコンバートしたデモンストレーションソフトをお送りします。今までの調整の結果を実際に確かめてください。
このコーナーにはドルビーサラウンドシステムを対象に音像定位用のチェック信号が収録されています。画面の表示に従って音像が移動しますので、スピーカーの位置および前後左右のボリュームの調整を行い、サラウンド効果を目と耳で確認してください。なお、通常のオーディオセットに接続されている場合でも全面の定位チェックは可能です。前面左チャンネルからのみ信号が出ています。波紋のマークは音像の定位を表しています。前面両チャンネルから信号が出ています。前面中央に音像が定位していることを確認してください。前面右チャンネルの信号です。背面両チャンネルから信号が出ています。背面中央に音像が確認できますか？では次に音像を移動させてみます。画面表示のように前面左から右に音像が移動します。今度は逆に前面右から左へ音像を移動させます。前面の信号の定位に対して今度は前後の音像の移動を確認します。音像は前から後ろへ移動します。
次に後ろから前へ移動します。これでザ・テストテープによる AV システムの調整とチェックは完了しました。美しい映像と臨場感あふれる音声をお楽しみください。